こんにちは、フィーフィーです。海外から中国への投資が激減しています。なんとこの1年で8割近くも減っていることが分かりました。今年2月2023年の中国への外国からの直接投資が前の年よりも80%以上減少して30年ぶりの低い水準になったと報じられました。 原因としては中国の不動産バブルの崩壊で景気の先行きが不透明になったことです。あと、米中対立への不安、さらには反スパイ法の強化などが挙げられます。またこの80%減という数字の中には、海外にいる中国企業からの送金も関係しています。 それが大幅に減少したことも中国への直接投資に影響しています。そもそも中国企業による海外での新規株式上場 IPO はこのところ急激に減っています。最近海外に上場する中国のベンチャー企業などが減少していることから上場で調達した資金を中国に送金する金額も減少している可能性があるということです。 またもう一つ、ここには香港からの投資も入っています。中国の景気が悪いために香港からの投資が減っていることも中国本土への直接投資が激減している理由として挙げられますで。先ほど言った米中対立ですが、この5年間でかなり激しくなっています。アメリカによる中国に対する関税も大幅に引き上げられました。 今後もアメリカは中国からの輸入に制限をかけていくとは言っていますから、これまで中国に工場を置いていた外資系の企業の中には、東南アジアやメキシコに工場を移転させる動きがあります。去年中国にある EU の商工会議所の代表が、 コロナが始まった2020年以降、中国に新たに進出した EU の企業は一社もないと発言して話題にもなりましたが、これ実はコロナ以前から外資系企業による東南アジアへの工場の移転は始まっていました。理由は中国での製造コストの上昇です。これ何も EU の企業に限ったことではありません。 20年前、コストを抑えるために日本や欧米の企業が中国の人件費は安いとどんどん中国に進出しました。でも中国のコストはだいぶ前から上がっていますから製造拠点として中国の魅力は落ちました。今後はもう世界の工場ではなくなるとまで言われています。外資系企業の多くは 中国では利益が出ないということから撤退また撤退を検討中だというところも多いです。中国よりさらに人件費が安い東南アジアに移っています。しかもこれまで中国は人件費が安かったとは言っても一部に強制労働なんかをしていましたからね。 今でも強制労働はやっているでしょうが、西側の企業は強制労働に対して厳しくなりましたから、人道的な観点からサプライチェーンの見直しを迫られて、中国から別の国に工場を移した企業も多くあります。まあ、こうした外資系企業の中国離れもあって、中国では若者の失業率が深刻化しています。若者の半分近くが失業しているという情報もあります。 習近平主席は5月27日に開かれた中国共産党の集会で若者の雇用を優先し雇用を作り出すよう多くの資金を投入するとは言っていました。ただこれもその多くは条件の良い仕事ではありません。中国政府は今地方に工場や農園を次々と作ってはいますが、ここに若者を送り込んで仕事を与えようとしています。 これかなり安い給料で働かせるという反強制労働のようなものです。中国の EC サイトでとんでもなく安い商品が次から次へと売りに出されるのはこうした強制労働のようなことが行われているからです。で中国から海外に逃げられるほど余裕のある人はすでに脱出しています。海外に親戚がいたり、つてのある中国人もいますからね。 日本国内で暮らす中国人の数も増えていて昨年末には約82万2,000人になりましたこれその前の前年よりもも万人も増加していますアメリカではメキシコの国境から密入国する中国人が昨年から急増していることが問題になっていますがヨーロッパでも同じような状況だそうです。 ドイツでは4月中旬、ベルリンやハンブルク、ミュンヘンなどの大都市で中国からの不法入国を圧っする組織に対する大規模な捜査が行われました。ただ中国から国外に脱出できる人はまだいいです。そんな余裕もない人たちが中国には多くいます。 実は最近中国では20代から30代の若者専用の老人ホームが誕生したといいます。老人ホームは高齢者向けですからね。だから老人ホームって言うんですけどね。香港のサウスチャイナモーニングポストによると中国の北京、上海、深セン、広州だけではなくて雲南省と 山東省など地方にも若者専用の老人ホームが次々と作られているといいますこの老人ホームは主に寝そべり族を受け入れています寝そべり族とは何もしないで横たわっている若者のことを指す中国の流行語です就職難に苦しむ中国の若者たちが政府に対して抗議の意味でも横になっているんです 横になっていればお金を使うこともありません。最低限の生活を維持しながら、その他のほとんどの時間を横になって過ごすということです。で、この若者向けの老人ホーム、どんなものかというと、最小限の費用で、まあ、寝そべっていられる施設です。まあ、老人ホームのように居住者の身体的な健康よりも、ここでは若者の精神的なケアを重視していて、 カフェやカラオケなどそこに暮らす人たちが交流する場所も設けられているそうです若者がこのような施設を利用してお互いに気持ちを分かち合って情報交換して穏やかに過ごすことがこの施設の目的です、まあ、特にこの施設に若者たちが集まっているのは費用が安いからですほとんどの施設で利用料は月に日本円で3万円ちょっとです 若者たちは両親にあれこれ言われることもなく思う存分寝そべることができるためにこの安い施設に入ってきますまあただこれでもまだマシな方ですもうお金もなくて路頭に迷うほど追い込まれている若者たちも中国には多くいますそんな人たちから見れば、 中国で一部の人たちだけが良い暮らしをしていることに怒りがこみ上げてくるのも当然でしょう。そもそも中国は社会主義で本来ならみんな人民が平等であるはずなのにそうではありません。格差が広がっています。大手の国営企業の子供や中国共産党の幹部の子供たちなどもう一部の人だけが贅沢ができる。そんな不平等な社会でした。 中国で最も人気のあるインフルエンサーの一人は中国当局から目をつけられて活動を制限されました SNS 上で金持ちぶりを見せびらかすことが中国社会にとっては悪だと判断されたからです中国当局のサイバースペース管理局が知名度の高いインフルエンサーがもうキラキラとした生活を発信することを禁止しましたこのインフルエンサーは フォロワーが430万人もいたんですが、もう SNS にアクセスをすることすらできなくなってしまいました。しかも恐ろしいことに、この中国のインフルエンサーには今も連絡が取れない状況だそうです。 中国の国営メディアは贅沢を見せびらかすことが10代の若者に悪影響を与えかねない、よってこうした風潮を止める必要があるとこう報じていました。もうこれ一人ではなくって、中国政府は裕福であることを自慢していた有名インフルエンサー十数人を中国の SNS から締め出しています。 ただ実は SNS に投稿する人を対象とした取り締まりは今回が初めてではありません。中国政府は定期的にこうしたネット上のパトロールをしています。中国政府がインフルエンサーを取り締まる一番の理由は若者の不満が大きくなることを恐れているからです。格差や不平等な生き方を見せつけられることで社会への不満、 それこそ習近平体制に対する不満が大きくなります。まあ、こうした若者たちの不満が爆発すれば、暴動が起きるかもしれません。習近平体制の足元が、中国の若者たちによって脅かされています。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたか。コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。